皆さんこんばんは、MK です。スプラトゥーン3ヒーローモードパート39やっていきましょう。今回も前回に引き続き、オルタナ宇宙センターの方を進めていきたいと思います。前回でステージ1、2とクリアしてきたんですけど、まだまだ続くみたいです。なんとか当たり目元指令を助けるために奥の方に進んでいきましょう。どんな戦いが待っているのか楽しみだという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、このダクトの中に入るんですね。わかりました。ここからはステージ3、なんか感覚的には5くらいまであるのかな。そしてなんだここ、オルタナ宇宙センター昇降リフト、なんか暗いところだね。そうですね、視界が悪うてかなわんわ。本当ですよ。そう、前回からね、スリミ連合の3人もなんだか会話に参加してくるんですよ。不思議な雰囲気。ちょっと待って、怖いな。大丈夫か。ここ塗りまして、なんだ、あ、下がってく、動いてる。まあ昇降リフトって書いてるぐらいですからね。にしても暗いな。そして前回からね、この BGM がめちゃくちゃかっこいい、スリミ連合の新曲ですよね。あー待って、あそこ壊したい。オッケー、敵もいるな。なんとか倒して、スプリンクラーも壊して進んでいきましょうか。待てよ、これ塗りが大事になってくるんじゃないか。うわーっと誰か降りてきたいきなり来ないでよ、びっくりするから。このジャンプ台でピューンって来た感じか。ちょっと待って、まだ来るな。はい、こいつを倒して、やばいよ、ぐるっと回って倒していく。素晴らしい。小邪気もうまく使っていきましょうか。いや、このスリミ連合の曲かっこよ。で、スプリンクラーしっかり壊して、塗られないように気をつけましょう。どこまで降りるんだろう。あ、やべ、3体来るな。これまずは1体、ここで2体、やべ3体目しかもあれじゃん。あ、ちょっとやばい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 、あれが盾がついてる。オッケー、小邪気組んでなんとかヘイトを集めて倒すことができました。で、周りもしっかり塗って、スーパー着地あるからさ、これまずかったら使おう。小邪気カモンしつつ終点かな、どうだろう万太郎まずエイって言ってくるからちょっと読みづらいんだよな。そしたら、はい、ドアが開いて、やべ、こいつ倒すよ。ほら、オッケーよかった、バレる前で。そして今度は行き止まりと見せかけて、見せかけて、なんだこのリフトもまた動く感じ。あ、違う、こっち側にスイッチがあるんだ。やっぱ動くんじゃな。そうですね、待てよ、あそこガラス張りになってたけど下に降りてくるんかい。ちょっと待って、ヒーロースーツをしっかり取って、まだいる、もういないか。ウルショもゲットしてるけど、上から落ちてきたやつ倒していく。ウルショどこで使う？これ使わないともったいないな。どっかでうまく有利に運べればいいんですけど、こいつ降りてきた。やっべ、マジ。ちょっと待てよ。はい、小邪気投げて、ヘイトを集め、あーぶーね、押されるかと思った。そしたら、この木箱も壊しつつ、なんだ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 、ここウルショ使うわ。ほら、こいつ1体2体 OK で、木箱も壊して、まだ下があるんだ、マジ。あ、リフトが広くなったのか。なるほど、だったらこの周りもしっかり塗らないといけません。なんかリフトが広くなってないそうなんですよ。広くなってる。え、やべ、タコゾネスだ、マジか。こいつ OK、 なんとか倒した。もう1体来るか。ウルショどっかで使おう。まだ来る。ここ着地狩りをしていきたい。素晴らしい。これ全員着地狩りでなんとかなるんじゃないか。次どこ、どこ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 、ついてないよ。スーパー着地の、スーパー着地じゃねえや、着地のあれがついてないけど、うわ、ここウルショ使うわ。ほら、オッケー。今度こそ終点に到着。ちょっと待って、大丈夫これ。一応ウルショ、あー、もう終わっちゃったか。うわ、暗、霧が深くて前が見えないよ。あ、とりあえずゴールした。よかった。ということで、ステージ3なんとか抜けることができました。なんだここ。だいぶ降りてきたね。じいちゃんの反応、やっぱり発射台の方にあるみたい。うん、あっちに行けそうな道は、あのパイプ、ロケットに繋がっておるぞ。パイプ？パイプの中を通れば向こうへ行けるんとちゃう？ぐいぐい来るな。ほんとですよ。当たり前のように会話に入ってくる。スリメ連合のみんなはなんでお宝を狙ってたの？そうだよね。実はバンカラ街の財政は大ピンチでの、街のもんが苦しんどるのをなんとかしたかったんじゃ。あ、そうなんだ。お宝売れば少しは足しになるさかい、一安心やね。そういうことなんだ。なんだ、意外といいやつらじゃん。ただのね、トレジャーハンターだと思ってたら、バンカラ街のみんなのためだったんだ。えい、姉子、ちょっと待って、この中っぽいけど大丈夫か。行っちゃうよ。このケバインクは除去できないし、まあ行くしかないか。イカレール、ん？違うな、インクレールか。インクレールを起動してパイプの中を通っていきましょうか。お、今度は4番に来ました。待てよ、これ4で終わりじゃないか。
なんかもうロケットのこれ、安全フロンティア号仮装、ロケットの中だ。本当だ、安全フロンティア号って言うんだ。道が上までぐるぐる続いとるね。えいえい、登ってみよう。そうですね。よ、BGM かっこよ。BGM ちゃんと聞きたいな。後でちょっと実況外でこれちゃんと聞こう。そしたらはい、こいつら全部倒して、ケバインクは除去できる感じではないか。無視して進むしかなさそうですね。多分このケバインクっていうのも哺乳類の毛を意識してるんだと思うんだけど、はい、そっち側だよ。おいおいおい、オッケー、うまい。いいね、うまいね。魚介類と哺乳類のなんとかってクマさんが言ってたよな。まだ先は長そうだけど頑張ろう。はい、元の世界に戻すみたいな話も前回しておりました。どういうことなんだろう、世界を救う。まあクマさんからしたら毛が生えてる生物が地球上のまあトップに君臨するのが当たり前みたいな、そういう考えなのかな。魚介類のことを嫌ってるみたいな言い方でしたけども、そしてそこにははい、カニタンクがありました。これもう使っちゃった方がいいかな。はい、カニタンクの連続撃ちでなんとかこの辺り倒していく。そこのタコスナイパーも OK。 タコスナイパーじゃねえ、あいつなんつっけ、タコ、タコ忘れちゃった。いや BGM かっこよ。この辺はさすがに敵のガードが固いの本当だよ。ちょっと待って、危ない、今落ちそうだったぞ。まだまだ上は続くっぽいですね。はい、こっち側進んでいきまして、え、これ一旦降りるしかないよね。ライドレールと違ってこのインクレールにいるときは上に立てたりしないので、ここは、あ、なんか書いてある、ワーニングって書いてあるのかな。これは地球のマークとオルタナのマークか。そして人間のマークも出てきました。そう、ミステリーファイルにもあった通り、多分このロケットはあれなんですよ、若き科学者がなんか使おうとしていたロケットをクマさんが改造したってことなのかな。うわ、最終チェックポイント、ちょっと待てよ、怖いな、来るんだろ、待て待て待て。人間たちが作ったロケットでクマさんが何かしようとしてるんだと思うんですよ。ジャンプで行くには遠そうだね。そうだね、これどうする、これどうする、あ、壁か、壁をしっかり塗って、これ上とかなんかあるんじゃない、ちょっと行ってみる、上に行って、うわー、なんもない、下高っ。めちゃくちゃ高いところにいるじゃん、よく見たら。でこれがロケットの内部ってことは、外から見てた中ってことだよね。あーた、危ない危ない、外壁がその外側に見える壁か。で、えい、ハラハラした、ほんとだよ。そこには、はい、ヒーロー装備と、わ、こいつら、オッケーオッケーオッケー、倒した。え、これさ、もうひたすらかわした方がいいよね。あ、待って、倒していくのきりないな。はい、下降りてきて、ほら、オッケー、ここ壊す。うわ、待って、これ結構早めに移動しないと間に合わん。あ、オッケー、倒さなくていいわ。こう来て、こう、オッケー、いいよ。うわ、ケバインクが近いんだよ。このケバインク当たっちゃうと毛だらけになっちゃうんで、そこを気をつけつつ、オッケー、行くよ。待て。ってことはさ、そう、一番最初にさ、タコワサ、DJ タコワサ将軍がさ、なんか味方が失踪してるみたいな話 してたじゃん。あれも多分さ、このクマさんの仕業なんでしょうね。このオクタリアンが毛だらけになってるのも、クマさんが何かしらの、なんか作戦に、使ってるってことなんだろうな。はい、タコスナイパー倒しまして、こちら壁を塗って、そろそろ頂上じゃないか。ふう、なんとか一段落。あれ、これってオーデンチナマズ、え、どこ、こんなとこに、あ、ほんとだ、こんなとこに捕まってたか。どうにかしてこっちも取り返さんとね。うわ、オーデンチナマズだ、大丈夫、オーデンチナマズロケットのエネルギーにしようとしてんのか、クマさん。あー、そりゃ DJ タコワサは知らんわな。勝手に味方が失踪して、オーデンチナマズの犯人も DJ タコワサだと最初は思われてましたからね。やっぱ違うんだ今回は。うわ、なんだこれ、まだあるぞ。安全フロンティア号上層、まもなく発射シーケンスが最終段階に入ります。隔壁が閉まります、ご注意ください。え、やばくない、閉められてもうた、もういけずやな。ん、あ、これ懐かしい、オクトにいたね。空中にエネルギーコアが浮いとるね。これをなんとか起動してくってこと？あそこに踏みスイッチもあるよ。エネルギーコアを集めてスイッチ踏んだらいいことあるかも。物は試しじゃな。ではパパッと集めるかの。オッケー。わかりました。じゃあこのエネルギーコアを集めていきましょう。そう、オクトの時もね、このエネルギーコアを奥の方まで運べみたいなのありましたもんね。あ、食ワンダー来た。これがあればなんとかなるよ。食ワンダーで、ちょっと待って。ほい。一旦こう来て、これ順番に取っていった方がいいな。確実に行きたいので、こう来て、
ほい、取れてる？あ、取れてないね。結構これシビアだな、当たり判定。はい、この辺に来まして、うわーこれ、ちょっと待てよ。ほい、一発で行きたい。はい、取った。オッケー、これで全部ゲットやね。そしたら待てよ、スイッチってどこにある？直腕だ。一旦リセットして、あ、この上か。じゃあこう来て着地どうだ。おお、開いた。非常用システム作動、第一隔壁を開放します。すっきり開いたね。まだ隔壁があるっぽい。3号ガンバー、はい、この調子でショックワンダーを使ってなんとか行きましょうか。こう来て、こう来て、なるほど、チェックポイント。まずはここからなんとかショックワンダーで全部取っていきたい。素晴らしい。でこう来て、こう来て、うまいよ。待て、お、こう来て、ギリギリアップね。でここも、ほい、どうだ。あー、まだあるか。ほいからの、待って、下にもあったよな今な。はい、あー、そ、それきつ。ちょっと待てよ、一旦これここ来て、お、た、敵いた敵いた敵いた、びっくりした。敵いるのは聞いてないよ。でショックワンダーをギリギリのところで上に上がる。オッケー、ケバインクに当たらずになんとか行きましょうか。あとここ反応あり。うわ、ここがむずい。あっぶね、ケバ当たったよ今。今当たったよ、正直。いいのか今のぐらいは。そして、ああ、なるほど、そこが取れてないのとここが取れてない。うわ、取れてねえ。ちょっと待てよ、ほら、オッケー、取れた。で落ち着け落ち着け落ち着け、途中でいい途中でいい、落ち着け、ほい、オッケー、素晴らしい。あと1個決まるよ。オッケーです。そこにあるな、ラスト1個を取っていく。素晴らしい、やった。ここのも全部ゲットしたね。そしたらそこか、スイッチ、ほい、オッケー、押した。どう？非常用システム作動、第二隔壁を開放します。まだあるか。その調子じゃラストか。出口らしきもの発見。あれも同じ方法で開けられそう。そうですね、あと少し踏ん張っておくれやす。はい、なんかスリミ連合も味方になるとすごいあれだね、心強いね。ちょっと待って、どこ行けばいい。とりあえずこの辺、ほい、でほいからの、ほい、オッケー。最終チェックポイント、あぶね。エネルギー不足により失敗しました。エネルギー今から集めるから少々お待ち。あぶね。タコスナイパーいるじゃん、それ先言ってよ。待てよ、先倒した方が、やっべ、ちょっと待て、これ先倒した方がいいかもしれんな。いやでもそこまでいけるか。落ち着け、こう来て、こうで下、うわ、ここ間に合ってね。ちょ、落ち着け、あぶね。こう来て、ほい、どうだ、いけいけ、素晴らしい。危なかった。これで全部のはず。出口に向かって、はい、待て、ここでケバインクに当たらないようにだけマジで気をつけましょうね。なんとかゴール。非常用システム作動、扉のロックを解除します。え、これでさっき当たり目元指令の反応があったところまでたどり着けたか。どうだろう、あ、たどり着けてるっぽい。この先か、進むよ。必要なものは3つ。え、何の話をしてる？ 3 つ？正しき器、正しき魂、そしてそれらを正しく導ける頭脳だよ。な、近寄るでない。何を言ってるんだクマさんは。全然意味がわからないんですけど。経験を積み上げた君の頭脳は美しい。そのエキスであれば申し分ない。エキス？あいた、チューッとするでない。あ、大丈夫かな、当たり目。まあ確かにもともとすごい人ですから。あ、あれー。当たり目元しれ、大丈夫。すごいことになってそうだね、心配だけどな。何が起こったんだろう、危ない感じはするわ。急ぐよ3号。そうですね、何かを塗れば何かが消える。お、なんか深いこと言ってるよ。そして何も消さずに新しい色を塗ることはできない。なんか深いこと言ってるね。何の話をしてるんだ、縄張り。え、ちょっとクマさんが何を考えてるのか全くわからないんですけど、世界を救うとか言ってましたよね。とりあえずこの先に向かえば多分またねステージ進んでいくと思うんですが、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。よーし、じゃあ次回いよいよ当たり目元指令のところに行ってなんとかクマさんを倒すことになるんでしょうか。ラスボス戦頑張っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。